おつねご殿のふすまいに描かれた極水の円極水の円極水の,極水の宴は、水の流れのある庭園などでその流れの淵に、出席者が座り、流れてくる桜が、自分の前を通り過ぎるまでに鹿を読み、桜の酒を飲んで次へ流し、別道でその鹿を飛行するという行事である。流暢などとも称される。略して、極水、極円とも言う。なお、 水上から流れてきた坂が自身の前を流れるまでに歌を読むとする解説が広く流布されているが、これは曲水の縁が行われなくなった室町時代の九じ根源などの記述が発祥となったと見られており、平安時代の曲水の縁の様子を描いた記録を見てもこうした事実を裏付けるものはなく、事実ではなかったと考えられている。南帝曲水図中国においては、 古い時代から上司に水辺でみそぎを行う風習があり、それが3月3日にみそぎとともに杯きを水に流して縁を行うようになったとされる。中国古代、修公の時代に始まったとも、真の将、女王の時代に始まったとも伝えられている。英和9年3月3日、書生と称された王義士が乱邸で、 極水の縁を催したが、その際に営じられた監視集の序文総工が、王義氏の書、乱定序である。その後、一時的に行われなくなったものの、当の時代になって、長儀ではなく、私縁の形式で再興されるようになった。日本では、建造天皇元年3月に、宮廷の儀式として行われたのが初見。ただしこの記事から、極水の縁に関する記録は、 文武天皇5年まで途絶え、そのまま行われていたかは不明。建造天皇の時代ならば曲水は中国では盛んに行われていて、日本にその風習が伝わっていても不自然ではない。しかし、中国では儀以降、三日を用いて上司を用いずとしており、建造天皇期が依然として上司を用いており、公式の記録も奈良時代まで飛んでいるため、あるいは、 建造天皇記の記事は変者による挿入かとも疑われる。文武天皇以降史上に参見するようになり、奈良時代にはこれらの行事は3月3日が条例となり、奈良時代後半には盛んになった。主に宮廷の模様仕事として行われたが、万葉集には十名言、大友やかもちが時代で模様した曲水縁を読んだ、漢人もいかだ浮かべて遊ぶて不教祖はが、 セコハナカツラセナの歌が載せられ、言葉書きから天平商法2年3月3日のものと、わかるので、その頃までには私的な遊びとして催されていたことも、わかる。平城天皇の代に一時廃されたが、佐賀天皇がこれを再開し、平安時代には、宮廷や、貴族の邸宅などでも行われるようになった。石棺時代には、代理の公式行事として催されたが、 未同関白期には観光四年、藤原道長が主催したとする記事があり、中央期には漢字五年藤原氏通が主催したとする記事がある。天馬宮安楽寺早々日記によると、太宰府でも天徳二年三月三日に、太宰第に、小野義古が始めたとされるが、中世以降は断絶した。県政を誇った藤原氏などは中国に習って船を浮かべたりしたとも言う。 慶州の宝石堤極水の縁は古代朝鮮でも盛んであったが、李氏朝鮮では取り行われた記録は残っていない。このため、かなり以前に廃れたものと思われる。慶州市の南4キロメートルにある西南離宮宝石堤は流暢極水縁が開かれた場所として知られ、宝模様の石溝、極域巨が残っている。ここは927年に、 白木第55代系愛王が宴会を開いている最中に後、くだら軍に攻め殺され、白木が滅亡に向かうきっかけとなった場所である。東北地方でも、多賀城や平泉のもう辻に、極水の縁の跡が認められる。また、福岡県久留米市でも、8世紀以前の極水の縁の跡とされるものが発掘されており、畜しく祝いが、 天皇の命に従わず、礼なきことが多かったと非難された理由の一つであるという見解もある。さらには、九州王朝が存在した証拠であるとする主張もある。極水の縁現在行われている極水の縁は、いずれも蒸気の古事に基づいて、近代以降に復元来誌は始められたものである。昭和38年に、太宰府天満宮の極水の縁が再興された。 鴨モ一の神社の極水の縁は、同35年、皇太子昭人神皇誕生を記念し再興されたが、中断し、平成6年皇太子なる人神皇成婚、平安県と1200年、同神社の第41回式年遷宮の宝祝行事として、復活したものである。猛辻の極水の縁は、昭和61年、 大泉町の槍水の遺構が復元されたことを記念して開かれるようになったものである。千岩園では昭和34年に極水の庭が発掘され、これは第21代薩摩藩主、島津義樹が原文元年頃、中国石膏省昇降知らんなぎさにあった大義氏の別邸、乱邸を意識して策定されたものと言われるが、 平成4年からそこで曲水の縁を行うようになった。ありがとうございます。